じゃあというわけで、始めていきます。といってもすごいプレゼントするわけじゃないんですけど、改めて運営の柿原です。よろしくお願いします。今日なんですけども、カグルというそのデータ解析の、コンペのサイトがありまして、で、昇級とか出る時もあるんですけど、今回はちょっと昔のですね、昔あったそのコンペを使ってやりますと。で、データの量が比較的少ないんで、いろいろその短時間で、機械学習とか使いたくても余地があるということで選んでます。で、データのその課題設定としてはですね、データしたいな、課題設定としてはHDMI あります？こっちですね。全然見えないですけど、トレイン .csv っていうところがその、予測のもとに使うデータなんですけど、これ何をやるかっていうと、その課題設定としては、薬に近いのかなところで、その特定 の, その生体の生体反応みたいなところがまずファーストカラムになります。アクティビティって書いてあるところがそれで、1か0で反応があるかないかであります。でそれ以外がそのあるその特定のこうです、ね、分子のディスクリプターです、ね、がたくさん並んでます。なんでそのこう、化合物を、課題セットのイメージとしては、特定の化合物を与えたときに、そのミックスで化合物を作って与えたときに生体反応がどれだけ出るかみたいな、そんなイメージです。でこの DX って書いてあるのが、それぞれのその成分みたいなものと考えていただければいいかと。なんで全部でこう4000弱ですね、パターンがあって、で課題としてはこの反応を予測しに行くと、10で、ここに書いてあるんですね、これを予測しに行くという問題です。で結果に関してはこういうフォーマットで出してくださいよということになっていて、カグルのですねページに行くと、トレインとテストと SVM ベンチマークっていうものがあると思うんですけど、結果としてはこんな感じでですね、そのテストで与えられるその ID それぞれ の, あの分子に対して、確率を出しにいくという感じです。はい、1か0でこれやってもいいんですけど、その最終的な評価はプロセントロピーなんで、角度が低いときは 0.5 周辺にしといた方が点数としては上がりますという形です。で、これコンペ終わってるんですけど、一応提出ができます。提出ができてコンペに入ってたとしたら何番ぐらいかっていうのが見えるようになってます。なんでさっきのこの SVM ベンチマーク .csv に相当するデータをここに突っ込んでサドミットってやると点数出してくれるんで、結構楽しいと思います。で例えばさっきのこれをそのまま突っ込むとですね、さっき一回入れたんですけど、こうだってないのかこれでもな、ですね、これぐらいの数字になりますと。SVM ベンチマーク .py って、はいですね、これなんだろうが、どっかにあるんでしょうか。どっかにあるんでしょうか。そうですね、どんな感じで使ったのか全く書いてないですけど、はい、
になるとこうこうですか、はい、まあガチでやってる人たちはなんか100回とかでやってますね。なんか本当にもうガチでやると無尽蔵にこう時間くるんで、なんか今日はあの、まあ、こういうそのデータセットなんで、まあ、いろんなアプローチは考えられると思うんですけど、まあ、データをこう見ていってあの必要ないものを間引いて最終的に SPA みたいな形でも精度上がるかもしれないですし、まあ、いろいろやりようあるかなと思います。言われたりとりあえず突っ込んでみるともあるかもしれないです。精度出ると思わないけどとりあえず一回やってみますとりあえず一回やってみてみたいなあるかもしれないですね。はい、多分じゃないと思いますけど、はい、という感じです。なので、今日 の会の趣旨としては、まあ、あのこうそれぞれあの解析作業をしていただいて、まあ、好きにこうあのサブミットしてあの一気に流するなりしつつ、何かこうあの、まあ、ライブラリの使い方とかアプローチとかであの詰まったりとかした場合は、なんか避ければ誰か知ってる人がいるかもしれないので、まあ、そんな感じでゆるくゆるくできればと思ってます。で、一応1日のですね、あの最後にです、ね、まあ、成果発表って言ってるんですけど、ここはまあこんなアプローチでやってみましたとかいったところを簡単にシェアしていただけると、その、まあ、成果の良し悪しっていうのもあるんですけど、やり方とか視点の違いが人によってやっぱり結構出てくるので、お互いに勉強できればなというふうに思ってます。で、自己紹介に一応その移りたいと思うんですけど、その前に今日、懇親会やろうと思うんですけど、終わった後軽くご飯食べていくっていう、来れない人ってます？明日の朝は来ないんですよ。はいはい、はい、わかりました。島のことが来るのかな予定、ね、じゃあまあちょっと後でもうちょっと揃ってから人数確定してやりましょうか。はい、じゃあ始まりますね。了解です。じゃあ、簡単なあと自己紹介タイムということで、すごい簡単に、まず僕からいきます。ジョイズ株式会社の柿原です。スタートアップ経営していて、あの AI で英会話の講師を作るっていうのをやってます。なんでそのロールプレイの英会話をスピーキング、音声認識、音声合成でやって、でどれぐらいうまく話せたかがフィードバックもらえるっていうのをやってます。なんでその統計的言語処理ですねが主ですという感じです。で、全能アーキテクチャ若手の会では、あの社会人支部っていうのがあって、そこ あの副代表をあのやって、代表の芦原さんのサポートをいや、なんか誰が主役か分かんないけど、代表代表の芦原のサポートをしてます。はい、支部長、はい、はい、じゃあ次は芦原さんいきましょう。はい、はい、どうですか、せっかくなんで全能の全能、はい、あ、はい、出します。あ、じゃあ、はい、失礼しましょう。はい、はい、BGM がすごい、なんかなんかいいです。今回の会を主催しているのが、この全能アーキテクチャ若手の会っていうグループなんですね。で、このグループは、まあ、言えばその人の脳に学んだ人工知能、汎用人工知能を作りたいっていうグループなんですけど、若手の会以外に、まあ、普通に全能アーキテクチャっていう、まあ、法人もちゃんとありまして、で、その若手の会の社会人支部の代表をやってます、芦原と申します。まあ、よかったら、この、まあ、この後でも、これでメンバーに乗ってて、まあ、全体の副代表の酒井さんいらっしゃいます。で、今日今田さんって人が本当は来るんですけど、まあ、彼ちょっと遅刻まで、あんまり間に合ってもないで、はい、とあともう一人中村君っていう方も今日は来る予定ですね。どこかわかんないです。あ、彼ですね、慶応の大学院になったんですね。で、一応社会人支部のメンバーを出まして、で今日はあのプレスを担当している方がですね、こちらに門前さん。
で僕についてなんですけど、僕今ちょっと経歴変わってないんですが、今このクリア電気通信大学のこの栗原研究室で研究室のドクターをやってます。でドクターの傍らちょっと株式会社クロスコンパスっていう、そのなんかまあ今流行りのなんかディープラーニングっていう技術を使って、まあ、データ解析とかをする会社なんですけど、僕自身はデータ解析はあんまりしなくてですね、依頼が来たものに関してどういうアプローチのディープラーニングを作るかっていうアルゴリズムの開発がほとんどなので、実はあの生のデータを解析した結果とかあんまり出したことがなくて、まあ、あの今回こうなんかデータを実際に触るっていう面ではなかなか楽しみではあるんですけど、まあ、よろしくお願いしますということ、まあ、Facebook ページもあるのでよかったら、まあ、この後で申請していきます。皆さんはあの皆さんは割とこう自己紹介でさらっとでも大丈夫だな。はい、こんにちは、運営メンバー。軽く軽く。はい、あ、今全のアーキテクチャー若手の開発副代表をやってる酒井です。データ解析をこういう今日みたいなデータを使って解析するのすっごい久々なので、ちょっと緊張しながら来て、おそらくそれぐらい久々かって多分10年ぐらいなんじゃないかっていう、ちょっとドキドキとワクワクと思ったので、まあ、お手柔らかにお願いします。じゃあこう回っていきます。私の名前は、梅田パックで、今はなんかある都心であるあるウェブ会社で、データアナリストとして就職してますけど、やはりちょっと今だって分析メンバーが一人なので、もうちょっとなんか分析やってる人とちょっと関わりを重ね、関わりたいとかね、ちょっと私ももうちょっとこのクラブに入ってちょっと腕試してみたいと思います。よろしくお願いします。私西森って言います。今クラブっていう会社で、何でしょう、ゲームプログラミングとかやってます。多分専門は何でしょう、大学はオペレーションズリサーチっていう、まあ、最適化問題について研究していて、AI とかにも興味があったので、ゲームは AI 作ったり自然言語処理とか画像処理とかやって、最近はそうですね、CNN とかいろいろいじって、なんか会社のデータとか解析してたりします。で、まあ、ちょっと会社でだいぶ積んでるので、いろんな方法をここで学ばせてもらいたいなと思って参加しました。よろしくお願いします。あ、こっち今やってるので、なんかよかったらこういう感じで日本でやってください。それぐらいです。福島です。全然仕事と関係ないんですけど、ちょっとデータ解析とかちょっと興味がありまして、ちょっとこの機会にあの参加させていただきました。多分一番経験が少ないと思うので、今日はもう皆さんの手法を、あ、こういうことしてるんだっていうのをちょっと知りたいっていうのが一番の目標だったので、多分あんまり有効なことはできないと思うんだけど、ちょっと参加させてください。よろしくお願いします。高木と言います。この会にはよく参加していただいていて、ちょっと面白いと、非常に面白いということで、まあ、何回もさせていただいてます。会社はハガコムっていう会社で、本当に検索をやってたんですけども、今はなんか検索やらずに、新しい技術でプロトタイプを作るっていう、そういう部署になっています。今なんか AR とか拡張現実とかのプロトタイプを作っているところです。で、まあ、プロトタイプ作るにはだっていろんな調整技術が必要なので、そういうのを学ぼうと思ってさせていただきました。よろしくお願いします。価格好みで AR です。なんだろう、なんかすごそうっすね。まあまあ、要素技術まだあのデプロイはできないんですけど、いろんな、へえ。そうですよね。そう、どうするこれ。これはやばいですね。ちょっと一回なんか、まああれですね、なんかちょっとやり方使うモデル次第ってところあると思うんですけど、あの最終的に使うモデルはシンプルにして、あのどれ間引くかみたいなものを決めてた方が、それをまず見た方がいいですね。ですかね。まあまあ、この D っていうのを、まあ、ディメンジョンと想定し、はい、ちょっと
低次元データに落とした方がいいよな。そう、そうっすね。きっとそれである程度決まってくると思う。1700ですよね、これ。あ、そう、そう。1700で。そう多分一個一個やってると、あの上位の人みたいに100回とかやろうと。なんか、あれですね、あの、システムチェックで。そうですね。これ、チームでやるもんですよね。いや、別にそういうやつがいいと思いますよ、今日。どうしますか。まあ、ちょっと、手前、最初、多少なりあれじゃないですか。削り方考えた方がいいんじゃないですか。そうしますよ。そうします。それの間出ししてみます。まず次元三元を模索した方がいいと。そうっすね、確かにね。いや、僕はニューラルネット屋なのでいいですよ、これ。この1700でもいいですよ。入れますけど、1700でも入れますけど、データポイント数4000とか大丈夫ですね。それ大丈夫ですか。いいですけど、100次元ぐらいで90%の記録ぐらいでいけそうではない。あ、そうっすか。多分そうですね。そのぐらい落としてやった方がいいかも。いいっすよね。それが、あ、でもまあ、この時間で慣れてしまったな。そうっすね。このデータもなんか、そう、まあ、PCM では普通にできると思うんですけど、そこから先、それだけはどれぐらい伸びるかなんですよ。それプラス SVM ぐらいで。PCM で今、小一を100ぐらいで一応です。でも100かっていうあれですけどね。パッと見なんか50弱でも見れそうなぐらい薄いですね。パーッと流していくと途中で1-0だけになるんですよね。ここがそう最大の謎というか、なんかですね。なんか塊からデータ、定性データっていうみたいなのが残ってるのが嫌な感じなんですけど、説明がないので、そうそうそのカテゴリーからの方が判断するのかな。これをよくやろうと思いましたね。そうなんだ、私もちょっとなんか大体これ決めたら3人ですよ。これもう一回会社になんか突き返してデータをもう一回精査してもらう。もう一回持ってきてもらうタイプです。まあでもあれさ、最初どのテーマやろうかってくれた時に、酒井さんが一緒になんか数ギガバイトのデータやと思ってた。ああ、テキスト楽しいと思ったんですよ。これででも、あ、全部01に正規化かかってるみたいな。まあ、そうっすね、一応ね。まあそうですね、でデータはもうここから一番楽しいところしか残ってないと思う。PCA さん見てプロットとかしました？プロットしてないです。なんだろう。なんかこう分かれてたらそれごとに。ああ、なるほど。みたいな。そうすると多分地味がもうちょっと減るので、それごとに。インデックスに変えて。せっかくだし。本当だ。本当だ。急に来た。このなんかちょうど半分ぐらいですね。こっからこっから先の前でデータ分けて。なんだこれ。この951まで、まあ、だからいわゆる950本の軸は離散地で、そこからこの残りの800本ぐらいはなんか10がまた途中で来て、でまた、うん、はい、なんか多分区切りだと思うんだよね、これ。なんかの違うドメイン。多分あの火曜日ぐらいに。そうちょこちょこっと見たみたいな話だったんですけど、分かったことってありますか？いや、私はもう単に XG ブーストっていう購買ブースティングのアルゴリズムがあるんですけど、それ使って、そして、うん、意外とちゃんとした精度は出ると思う。そのまま何かもできるかもしれない。なるほど。なるほど。そうですね。そのまま1700次元で取れちゃってます。あ、そうですか。そうなんですね。あ、ただこれはあくまで今フィルターでレスポンスがゼロのデータだけ見てるんです。あ、なるほど。今ちょっと気になっただけなんで。じゃあどのぐらいゼロがあるのか。圧巻ですね。
完全にアルゴリズムに丸投げしちゃった。いや、でも丸投げしても計算の流れ整ってると思うんですよ。まあそうですよね。はい、あの数値化とかそうされてるんで、最大値は1にしてある。最小値がないのに最小値がないから、はい、そう、それでもマイナスとかあったらもう綺麗に見えるでしょ。確かにその辺は全部ない。逆になんかこう手を加えていいのかどうかっていうぐらいの1-0を混ぜると結構実はばらつきのある場所がちゃんとあって、まあ、後半に結構ばらつきあるんですけど、ね、1-0あのレスポンス1のやつとレスポンス0のやつを、うん、一緒に見るとちゃんとなんか多少のばらつきがあるんですよ、うん、まあとはいえ、パトリは分かりにくいですけど、バラつきは多分ありそうです、ね。なんか、レスポンスが1になる理由と0になる理由は別々に考えた方がいいのかなって気もしてるんですけど、まあ、はい。そうすると、なんかそれぞれのレスポンスに対して減らせる軸が多そうな。で、2種類の分類器にかけるっていう両方やってみてどうしよう両方にかけてっていうのでもいいのかなと思ったんですけど、わかりやすい、それいい、特に後編は多分なんかこれ、うん、明らかになんか1と0で数字の出方が偏ってるような気がしてはいたんですけど、最初さっきレスポンスを0にした時にレスポンスが0のやつをフィルターにかけてみると、この辺1500番台はほぼ0だけだったので、見るとなんか、はい、レスポンスが1と0の部分は、はい、なんか前半分がそのこう連続型イメージだじゃないですか。はい、あっちって、分布とか見るとどうなんですかね、そういうのがあるのに、ね、そう実はそんなに綺麗にこう連続じゃなかったみたいな。なんかそう誰にも次元が多すぎてビリビリならない、止める気にはならないですね。ならないですね、そうなんですよね。ゾッとする気にはならないね。なんか、見てると結構実はあクラスターというより実はディスクリートなんじゃないかって思いました。どうなんだろう、最初の方がごちゃごちゃしすぎてるんですよね。そうなんですよ、うん、悪口ないですよ単純にますね。まあ、1個1個の数値があるのか分かんないですけど、ものにすごい小さい数値とか言ったら、もしかすると、あれですよね、なんかこう、測定誤差の最小単位とかかもしれないですね。ああ、そうです。なんか、パッと出ちゃってるだけかもしれないですね。うん。なんだけど。この辺はだって、そうっすよね。ほぼゼロですよね。ほぼゼロ。もうこの、2桁離れてる。ほぼゼロですね。ぽいよな。ぽいですよ。そうですね、この軸にはゼロがないですからね、はい、とはいえ、とはいえですね、一個一個見ていくと、もう無理なんで、プロジェクトになっちゃうので、プロジェクトになっちゃうので、本当にプロジェクトになっちゃう、そう、この人でも足りてない、全然足りないですね。ひたすら丸、ひたすら丸ごといろんなアルゴリ、いろんなそのモデルとかアルゴリズム突っ込んで見るってわけでもないですけどね。第1回はそれでもいいかもしれないです、まずは。見立てを見てみたとこ、うん、簡単に判断できるアルゴリズムは、これがいいみたいになっちゃう。なんか見つからない。そうですね、さっき言った通り、なんか、950ですよね。たまに1-0のやつが混じってるんだよな。ありますね。ありますよね。これもデータも全然説明がないので、結構危険な方やなっていう。まあ、なんかこう、確かに。ここですね、一応。ただ、ここの手前にも、ありましたよね。1-0だけのやつとかあるんで、簡単にそう判断してみるんですけど、この軸からは、なんか理算的ではないあたりが。なんかそれぞれのディメンションをなんかクラスタリングとか行いたいですよね。本当はそうですよね。そうそう。それだとなんかもっとパターンが見分けやすいかも。ですね。
るとそうやね。あそうだって結構人によってアプローチ違いそうだなと思って、まあ、いいと思う、これにしてやるみたいな。自分最初アイリスでいいんじゃないですかって一緒に言おうと思って、アイリスでいいじゃないですかって一緒に言おうと思って、アイリスだったんですか。アイリスデータですね。あ、機械学習の一番ベーシックな、はいはいはい、だけどドットデータかなんかで自然に一本できる。最近スタンダードで N リストなんですよ。ああ、いやいや、まあ、取って変わられた感じ。アイリスあまりにも綺麗に分かれてる。何やろかな。もう僕は1700のニューラルネットを組んで。ちょっと今一回思考停止して、はい、とりあえず突っ込んでみて中間層を見ようかなと思って、ああ、大谷講座型にして、はいはいはい、圧縮しちゃって、はい、20、30まで縮めて、ああなるほどね。で一個一個のデータの、はい、まあ、プロットにいるか、まあ、圧縮型でいこうかな。なるほど、あ、面白いかも。PCA もいいんですけどね、まあやってることそんな変わんないですよ、PCA、まあ、そうそう、オートエコーダーの圧縮はそうだね。なかなか固有値で見るか、ただもうニューラルネットワークで見るかだけなので、はい、まあ計算量はだいぶ計算量はだいぶ違います。意外とデータ量あるのでPCA でもそれなりにかかったので、おお、 PCA 3時間ぐらいかかります。そんなかかる。3時間、いやいや、さすがにそこまで。おう、なら、まあ。研究室の K40 をちょっと。K40 か。僕はずるいから。血のりがありますね。僕はずるいから。サーバルームやるんですか？K40 は、はい、あの隣の部屋に1枚置いてあるだ、なんか1枚入ってる PC が2台、あ、GPU のマシンが2台あって、ほぼほぼ僕は使い放題。さあ、見た目違うな、やっぱ。さて、どうやって水増ししてるんですか？ CNN とかカテゴリーCNN はデータによりますけど、なんか CNN やるときに何を取りたいかによりますね。なんかもう結果だけが欲しいのであれば、なんかこうこの回転とあと反転ですね、と日間を入れたりとか、ホワイトニングとかって何で食べてます？あ、ノイズ負荷ぐらいしかしないですよね。あんまりなんか入れるデータに加工しすぎない。CNN はもう少し、あの僕よりも CNN の研究してる人が多分1時過ぎには来ると思う。お、すごい、それ聞きたい。します。CNN のプロ。お、すごい、それ聞きたい。CNN 以外がちょっとそんなことないんじゃないですか。そんなことない。CNN 以外が、CNN っていうか、まあ、これ研究以外がちょっと、ちょっと本気出しすぎてしまった感があるので、あ、そうですか。ちょっとゆっくりします。なんかこんな感じでした。火曜にやっちゃったかなと思ってやってしまった。人からジャパン、ここでダウンロードをダウンロードします。ジャパンも一気に残り感があじゃあもう、なんか、発表って感じですね。そうですよね。いや、まだチューニングできることはあるんですけど、いろいろあるんですけども、まあいいやと思う。機械学習はどんな機械学習使われてるんですか？あ、これは、アンサンブル、先にちょっと嘘言っちゃったんですけど、XGBoost とか SVN とか、あ、はい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 。いろんなアルゴリズムを全部アンサンブルさせて、はい、解く方法があって、それ使って軽く解いたら、できちゃったから。浅原さんもできてます。え？ちょっとやりすぎちゃった。
え、もうあれですか、予習で終わったみたいな。予習で終わってたんですよ。え、どんな塩梅の性能があったの。37位なんで、多分すげえ、ほぼ終わっちゃった感ある。あの4時間だと、あ、でも一応 PC でもやってます。あ、そうなんですか。いろいろ遅すぎました。だから、そうですね。素晴らしい。いや、もっとみんなガチ勢で1位とか2位ばっか取ってくるかなと思って。全然ゆるい感じなんですけど、あれ大丈夫か。だから、そう。ガチを。だから。そう、一桁取りそうだったらちょっと私も本気出そうと思ったんですけど、いや。そういうことでちょっとゴニョゴニョしてます。やばいっす。ちゃんと Python 使うのは、いや、チェイナーでなんか1回だけ遊んで書いたことがあったんですよ。Python の文法が分からないから、ちゃんと Python 使うのは、いや、チェイナーでなんか1回だけ遊んで書いたことがあったんですよ。Python の文法が分からなすぎて、あ、そうなんですか。詰むって。え？その Python の方に2冊も知りましたよ。あの、一応研究室にも初めての Python というのがあった。両方ともらえる。使わないんですね。そうですね。R ですね。こういうことやるときは R でやってるんですけど、なんか、五感に今、MacBook の10ないんですけど、重いんで、うちに帰ったら、なんか、ああ、来たらいいんですけど、諦めました。なるほど。まあ、適度に休憩を取りつつ、何にも出なそうになったらもう相談する。でも結構雑談が結構重要かもしれないです。そうですね。情報交換がせっかくなんで、 PC 以外のあの可視化法も検討したいですね。 MD とか TSNE とか、あー、TSNE とか、 TSNE、 あれ TSNE、 TSNE 使いましたけど落ちました。落ちたんです。あー、でも可視化には使ってないんですけど。ティースネ、ティースネちょっと誰か面白そう。カメラからどうしようか。見た目が面白いです。はい、あ、ちょっと今こそ。なんかティースネっていう、これ KL 情報量っていうやつの圧縮が、はい、ティースネはこれが一番見やすいかな。車のミニカー、あー、ノルブデータセットですか。はい、なんか二点間の近さを確率ループで表現するとこは書いてあるんですけど、まあ、結構他の手法に比べて境界線が分かりやすくなるっていうことは、なんか実際論文で出てて、これですね、KL情報量の最小化みたいなやつでやってるやつで、可視化を実際見た方がいいかもしれない。PCA で、まあ、20次元で解析したデータセットを、なんか TSNE でやると、こういうふうになるみたいな。意外と綺麗に分かれるみたいなやつですね。これで可視化だけでもしてみると、まあ、なんかかわいそうなかもしれない。はい、結構やってる人いるみたいなんですけど、未だに触ったことないですね。手書き文字分類とかで強かっただけなんで、まあ、データによるのかなって思いますけど、
て意味があるんですよね。そうそうそう、はい、形状にこれが解析データを持ってるんですよね。これはまあ実際そのデータセットがこういうふうになるところまあ似てて連続的なデータが多いので、可視化すると連続的に連なってるように見えるっていうだけなんですけど、まあデータの形状にちょっとよるかなって思います。結構面白そうなんで、今日は使う人がいたら面白いと使ってみたらいいんじゃないかと思ったんですけど、早いみたいな。結構、はい、なんか計算そんなに違うかからないって聞いたんですけど、MDS がじゃん。ああ、MDS は。ちょっとこれを、なんか、Python のサイキットランに入ってるというので、あ、そうなんですか。それで触ってみようかな。なるほど。で、今日 Python をやってみようという。グラフ出ますからね。そう。ggplot 結構万能で、万能ですか。だってプロットしたらなんか容赦にプロットしてくれる。ちょっと気をつけていただきたいんですけど、社会人の方は企業の、まあ機密情報に当たるものはちょっと発言を控えたりとか、はい、まあ、カメラ止めてねとか、はい、なんか一言ちょっと言っていただきたいかなと。わかりました。お願いします。一切他社名を出さないと。はい。でも自己紹介で言っちゃってるしね。他社名を出さない。他社名出さない。こういうのを使ったは OK なんですよ、契約上。うん、何に使ったはちゃんと言ってはいけない。あ、そうですね。武器かもしれないですからね。あ、そうですよね。そう、それがね。行く先が分からないので。会社でやったか家でやったか言ってないですよ。まあ、そうですね。なんかキリがなさそうな話ですね。今このチョコのこのまま続くと思うか。使ってみたいですよね。そう、使ってみたい。パイプラインですごく考えてるらしいですよね。パイソンでスペキトランなんかめちゃめちゃいろいろ大事な多次元データだったら多様体分類とかこの辺が面白そうだったので、でもなんかもうあれです、解析がちゃんとできなくてもいい。ああ、そうなんですね。ってことにもなるかもしれない。データ的に結構難しいんですよね。まあ君は CNN しか使えない。え、いやだって CNN 使えるデータじゃないじゃん。次元がなんか1770ぐらいあったんですよ。だからまあどんぐらいかな、43の2乗ぐらいで入れてくれれば強引ガイアタタレコム意味あるんですか、それってなんかゼロパディングでだって金棒とかそういう話ないですよね。え、だからゼロパディングして、まあ入れてくれれば、いや今日なんか決定的ベースでやろうかな。しかも CNN だったら最後ソフトバックスの位置でいいので、ああ仕事までいいです、ね、レスポンスが10なので予測ですから、ソフトマックスとで、しかも最終入力1個でいいので、あ、そうですね、2ヶ月ぐらいなんで、そう、あ、これはそうなんですけど、いや、全然いいのかな全然いいのかな、お前、マジですね、早いですね、ちょっとついていくから、はい、終わったばっかりという感じ、精霊と
流で、はい、あまり偏ってる、はい、データを一本としたり、はい、っていう問題って、どうやって整理を多くするとか、低とプレの調子に合わせたらいいですか。データオーグメンテーションの仕方を変えるのが一般的だと。精霊のみ、あ、両方ともデータオーグメンテーションしてもいいと思うんですけど、例えば倍違うってなったとすると、例えば画像だとすると、フリップすると2倍変わるので、精霊のみフリップするとか、あの、多分そうやって変えるバランスというのが多分一般的だと。まあ、ただその入力される画像の特性とかがあると思うので、回転しちゃダメとか、あの、その辺があると思うので、まあ、それに合ったな範囲内で。これが単純そうすると、あとは、まあ、ノイズも乗せるしかない。ノイズか。それは多分大丈夫。まあ、ただ、ノイズの乗せる範囲は多分注意にしないで。一番楽だと思います。はい。ありがとうございます。あ、いえいえ。それはなんか、あ、でも大体難しいっすね。状況にもよると思う。半々じゃなくていいと思うんですよね、そこは。最初半々じゃなくてやったら、なんか重みの無限大に含めて、なんかの本音は。なんだ多分、フレの方が多いので、でもフレに偏るように重みが、そっちの方に最適化より一応特色のやつがあって、そっちにっちゃったのかな。デルタの自然分布に関係があったんだけど、いや、偏りすぎはダメですけど、基地55じゃないと、はい、全部フレーとかちょっと問題あるかもしれないですけど、結構偏るぐらいフレーなんです。ああ、結構偏ってますね。まあ、それはちょっとなんか調整しないと多分。かといって、それで精霊だけ増していくのはあんまり良くはないですね。良くはないですね。ただ、でも9割1割の状況は多分全部フレっていう風に多分分類しても多分ロスがかなり下がるので、そうですね、偏りの分布を作っちゃえば多分あの全部マイナス出してみして 90% 出てくる状況になっちゃうので私の判断基準が変わらんかかって精霊だけにデータを加工しちゃうとあんまりいいデータがないので、マイナスの値入ってないんでしょ。入ってない、入ってない。全部ステージですか。そうっす。全部ステージしてある。マイナスの値入れちゃダメなんですか。いや、いいですよ、全然。むしろ全然ありえます。あの平均、画素の平均値とか低いんで、まあ、マイナスはいい。ただ、その画素の平均値で引いて効果がある実際がデータセットと効果がないデータセットがあったりするので、それは問題です。あと、前もって ZCA かけるとかすると、多分、場合によっては効果があるかもしれない。あ、まあ見た目は HCS に見えるんですけど、まあそうですね、ルックスとしては HCS なんですけど、まあ単純に HCS ではないので、見たら最低限に聞いて、はい、分散で終わるっていうのと、はい、なんか160ぐらいで終わってればね、160引いて128で終わってけば、あ、はいはい、あ、そう、まあ大体それぐらいなんで、めんどくさい時はコピッチでやるんですけど、データに明らかに偏りがある場合とか、例えばなんか僕とか肌とかを扱うこととか多いので、そういう場合は明らかに偏りがあるので、あのきっちりあの民意の画像を計算しちゃったりとかはしますね。肌の違いが、あ、そうです、まあ、だから結果的に ZCA よりももうちょっと単純に統計的なあの情報量を持たせるってことになるんですけど、あんまり自分に対してそのネイティブ変化がないからって、そうですね、はい、その
作るかって、はい、テラピストでは生産物じゃなくて、はい、そのログロス見て、あーでもいいえ、でも多分ログロス見ても下がってても全部フレーだっても全部フレーでもだいぶ下がると思うんですよね。なので普通にあのバリデーションセット使っちゃって、あらかじめこのバリデーションデッドセットのチャンスレートを計算しておいて、フレッシーでチャンスレートちゃんと上回ってるかどうかっていうのが、チャンスレート、例えば全部フレーだって判断して、もし91だったら 90% がチャンスレートになるので、あのちゃんとアキュラシーが 95% とかになってるかどうか確認して、とか、あの、ま、もしくは同時にあのバリデーションデータのセンシティビティとか、セシビシティ、プレシジョンとリコールとかを出しておいて、どんな感じで、あ、そうですね。方がいいかもしれない。で、こっち見てるっていう話もあるんですけど。あ、でも結局分量問題なんで、あの評価するときは論文とかで口出したりとかします、ね。ちょっと短いあったの。まだ学生の身なので、わかんないもん。あの、あれだ、買い物の名刺まだ見てないよ。あ、そうですか。あります。あとで私。ああ、すいません、ありがとうございます。じゃあ、エルピクセルの、あの、なんか、ミートアップ、僕も行ってました。昨日もありましたもんね。あ、そうですね。僕は行ってないですけど。あれ、アルファ O でしたっけ？アルファ O でした。あ、本当ですか？結構遠かったですかね。あれ、東大は本郷じゃないんですか？本郷です。あ、本郷ですね。本郷ってこんな通りだった。あ、まあ、ちょっと教科書になって。あれ、あ、すみません。すみません。アルファ O です。アルファ O です。あれ、アルファ O が出たんですけど、アルファ O の論文について配信させてくれます。あ、一緒に。ありがとうございます。よろしくお願いします。そう、アルファ O を話してくれって。はい。そうですか。結構大変な人で、なんか話しみたいな。要素リーズをいっぱい使って。あ、そうです、ね。まず、モンテカルロに関するところから始まる。そうですね。まずそのディープラーニングから始まる。そうか。ああ、そうですね。で、モンテカルロ始まって、強化学習の話もあって、で、組み合わせてっていう話で。ディープラーニングは、でもほぼほぼ、CNN、そうです、ほぼ CNN にいた。だからあれ困るのはスコアのネットワークが2つあるんですよ。あ、そうなんですか。ポリシーと何だっけ？バリューです。バリューです。バリューネットワーク。バリューネットワークでなんか、キャスでかっこいい。ポリシーは2個アップしますか？ポリシーは2個アップします。そうだね。ブリューネットワーク。アルファレスポンスみたいなの作んないと。何をおっしゃってるんですか？化学物質、化学物質の反応を2つのネットワーク。何があるか。アドバーザリアルにやる。アドバーザリアルって言ったことがあるんですか？僕、今、アドバーザルやろうかな。あの時は超面白そうです。ただ、そうなんです。これ日分類だからさ。はい。そうそう。スクリーンネタが日でいい。まあ、ジェネレートでアルファザリアルとはできなくはないんですよ。結構、はい。という期待はかかるけど、データ少ないんだよね。アルファザリアルつけるには、ちょっといくらなんでも。結構、お金かかってる方で3万万ってやつがあるんですけど、80万ぐらい。そういう流れの方がいい。ディメンションも300次元から100次元ぐらいなので、シネマグラフィックは01万ぐらいのやつになって、ちょっと01万ですけど、よく価値が上がるシーンなんで、シーンなんで、今
えないんだよ。まあ、とにかくあった。ちゃうよ。サムだよ。ちょっと待った。これ、あ、違う。オートサムは範囲指定してからやる。僕の思ってるオートサムと違う。オートサムってやったらなんかさ、セルの範囲出てくんじゃない？あれ？これセルのターン？あれ、列の一番上の多分アクティビティのところから、アクティビティの。あ、ここを。そうそうそう。こうするの。でもこれじゃアクティビティ入っちゃう。一回やるよ。ちょっと君除外する。終わり。サム取ったよね、今。このエクス、マックのってよくわかんないな。ナンバーでしか使ったことないから。ねえ、何やねん。全部足した。当たりを見たいというか、全部取った。このレスポンスの1ドルを足し、のやつを足せば、はい、まあ、オートサムが終わってれば、一番下に出る。これを、一番下に、めっちゃ行く。4000弱ぐらい。だから、待って。ボートみたいな。面白い。だいたい精霊が1が2034でうちの方が多い。すごい。34で上がトータルデータが3750ですか、うん、あるので、あの0が1700、まあでもだいたい半々じゃないですか。4億ぐらい。割とそう。オッケー。高校の情報の授業以来。何をやってるか知らないよ。勉強になった今日。必要。うん。簡単にオートサマーできないことを。学びですね。学び。そうだね、みんなエクセル使えるんだよね。びっくりするんだけど、それを見て。これエクセルなんか使ったことないよ。って言うと、なんか、現代人にあらずみたいな。現代人にあらずみたいな感じじゃないですけど。必要あるエクセルをどう計算するとか知ったことはあんまない。あ、書類作ったんですか。そうです。僕の日報はエクセルで書いてますよ。紙エクセルとして。業務日報はエクセルで書いてました。その時になんか 18.00 ってやるとなんか18時になって、おすげえなって思う。便利ですね。たまになんか落とす。社員番号とかやったらなんか教えてもらって。ああ、なるほど。事業計画とかガチで作るときはいいですね。エクセルが本当に表計算で。10シートぐらい使って、すごいですね。このシートの存在、今知りましょう。え、そんな、何ですか。今下になんかタブっぽいのがあって、あ、そうそう、 あれか。シートってなんだろう。あれのこと、タブか。恥ずかしい限りで。
してないですかね。してないですね。結構ガチで作ると絶対になって。先行じゃジェネレートできないから生成モードが作れないですね。いきなり二次元にぐしゃってつぶしてみて、二はありえないでしょ。担当するニューロンがさ、いいじゃないですか。すぐにやらせてくださいよ。すぐにやらせてくださいよ。え？二？二？今なんだろう？データが、まあ最初の次元レスポンスがあって、そこは D で1から1700。76があるわけよ、はい、で、ディープに入れるとすればこういうことやれるんだろ。そうっすね。ここ1700があるわけよ。はい、で、いくつに縮めた。どうすか、400秒だったのか。40 40の、はい、で、これ真ん中でしょ。そうです。ここは中間、もっと、ああ、なんかスタックが強いですね。え、だってプレタリングするでしょ。そうですね。え、だってそうなんですよね。そうなんですけど、なんかそこまで含めてなくて、あ、最初は酸素でやろうか。あ、酸素だったらじゃあプレトレーニングいらないじゃないですか。あ、そうですね。プレトレーニングがトレーニングの。そっか、そうか、そうか、そうですね。そう、まあ酸素だったらね。これで400の1770。プレトレーニングなしで普通にガーってやったら全然分けたんですよね。そうだよ。これでまあまあ僕は途中もあるけど、4層ぐらいじゃプレトレーニングって必要ないですか。そんなしなくても、だってここの次元があんま大きくないよね。ああ、そうですね。だってまあ言えば画像幅にしたって 43×43 よりも小さいわけでしょ。あ、そうですね。そんなに大きくない。で計算したんですか、43って。え？一瞬で読んでさって。さっきそんなっぽかった。ああ。これぐらいだって書いてある。なるほど。42の2乗いくつ？1000。あ、でも1764とかでしょ。おお。あ、じゃあもう全然ちっちゃいんですね、背中が。なんかそのなんかプレートレーニングかけるって、なんかあんまりこの選手ないやり方だったんですね。だから、1764ってなって、だから43×43よりちっちゃいぐらいで。別になんか基本的には炭素のニューラルネットでも M 字と分類とほぼ変わらないスケールなんですよ。なんですけど、オートエンコーダーでやる場合ってここに興味があるわけです。そうっす。でここで400にしてもいないです。400なんとなく受けんだったらいいよ。ああ、とか、まあまあまあ、なんでもまあこの辺あったりとか、はい、人まあ別に必要ないけど。で、そう、戦略は、まあ、何でもいいんですけど、1776あって、本当にこの場合同じ次元返して、でここに興味があるっていうふうにやるのが本当にこうなって、今出したいのは最終的にはこの公認したいわけですよ。そうですね。ニューロン数として。そうですね。1次元に落とし込んで、でここには出てくるのが、まあ、P みたいな、でのデータが与えられた、まあ、そう出したいっていうのが。本当にこうなるっていうかとは、ここが面白ければいいんですけど、でそれさっきやられたんですけど、400だと結構表現がリッチすぎるんで、そうですね。あんまりなんか可視化するとき面白くないかな。まあ面白やってみるって。さっきやりましたけど、翔さん2とかでやったんですか。翔さん2でやろう。何？2でやった。2で走らせてます。走らせて。ここ2にすると直接可視化できるわけ。そうですね。2次元で可視化できる。え、それって分離曲線を引きたいってこと？いいねして。まあ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 。
いやいやいや。でもなんかそれうまくいかない気がする。多分うまくいかないです。あ、ちょっと比較のためにいろんな素指数にちょっとやろうかな。ニューロン数が2だったら、まあ単純に軸で取れるんで、まあなんかこうなんじゃないのっていう狙い目なのかなぐらいですね。そんな、そうですね。いやなんか、こうやった後に本にそうつけて、最後1個にして、強者強者だったら、この発言を増えたので、する必要もないじゃないですか。まあ、たぶんプレトレーニングって言ったのは、たぶん俺の予想では、1776あって、400にして、はい、で、たぶん1776のオートインバーを作って、で、プレトレーニングとコンコンコン保存して、そうそう次にたぶんなんか400と、まあ、いくつまた縮めて、まあ、大体4分の1スケールだから4分の1100とかで、でここでプレートレーニングして、でまたここで保存したこいつを100のまた、まあ、4分の1スケール25ぐらいにして、で 3回目やって、で最後に25をじゃあ1するみたいな。そうそう、このここで1にしてもいいけど、これこんな感じでしょ、狙い目としてもうここまで組めたら最高だなって思ってますよっていう感じです。そう、あの感じなんですよね。プレトレーニング多分ここで終わると思うよ、俺の予想の5時。そうですね、そうですね。ここからここの次の段階に行ってなので、まあまあどういう方法がいいですか。いや、なんか本当にこうだやるのであれば、まあ、結構時間かかるなと思って、プレトレーニング今用意されてるデータってでしょ、レス4000ぐらい、そう3600とかで、なんかまあまあまあほぼ簡単の割合でこういうのがあって、まあこっちか、01のレスポンスはこれが分かってるでしょ。4000の判例でプレトレーニングできるかって難しいんですよ。そうですね、そうなんです。ここが問題で、多分ニューラルネットワークの筋が悪い、筋が悪いっていうニューラルネットワークでやるには、そう、時間も同じですね。そうと思ってるんですよ。なるほど。で、まあ方法論としては直接1776でもいいけど、さっきアイデアとして考えたのはここは分担しちゃうと、ここは2、3、1多かったやつ、ここは1、0だったやつ、ブールダイスだったやつ、はい、分類しちゃって、実は別々のネットワークで出したスコアを合算するみたいな、ここは軽い人と思っていて、これなんかあのスペルをサイアミーズかな、まあ、シャンネットかなんかのやつを見れば似たようなやつがやったと思うんだけど、多分ね、これここら辺すげえ悪さするんだよね、こいつに比べると、その学習の時、うん、なんかここがここら辺に関わってるんで、ちょっと影響だけじゃなくて、やたら発散する。ウェイトの多分クリップが悪いのかもしれない。ここに入ってる値がね、まああってこういうスケールなんですよ。 0.1 ですね、はい、でこっちは1のあるんです。なんかね、ここで直接あのオープンコーダーで1776の動作を取ってて連覇させるときに、明らかなんか内側に悪さされてるかっこよくて、うまく音量更新ができてない、まあ、ここをフルコネクトにしてみると、あの、うん、この400だったら400の送信のウェイトがこいつのロスあんま絡んでない、各ロスがこう合わさってるんだけど、あんまりここのロス関係してない気がして、こいつらが大きすぎて邪魔されてる気がしちゃう。なんで、はい、その分断しちゃおうかなと思ってたんです。分断して、はい、スコア出してもいいのかな。こっちでもうこっからここまででどっち1、0かなみたいな、まあ、1か0かなみたいな確率出して、はい、こっちで1か0かな、レスポンスがね、結果が1か0かなって確率出しちゃって、でその2つの確率を平均化するとか、まあまあまあ、はいいのかなって思ってたんですけど、どうなんでしょう。あ、でも先生、こっち、そうそう。
ータを見るとね、あんま見るのってせこいんだけど、あ、せこいんだよ。本来は画素とか見れないから、 あんまり筋よくない。見た以上、もう器具軸で分かるっていう意味はそこでも多いのかなっていう。まあ直接今どういう感じだったんですか。今さっきね、この直接これ失敗したんで、はい、まあ、分けてやろうか、もうちょっと層を増やすか、あ、だからここ17764001776ではなくて776から420で400、1776みたいに結構層を増やして、うん、いきなり圧縮しないって感じ。もうなんか結構あれですか、もうオートエンコーダーを使う必要性ってあんまなくなってきてるみたいなんですか。まあもしあのね、10の判断も直接やる場合はオートエンコーダー必要ないですよ。オートエンコーダーってあくまでトレーニング手段になるので。でもなんかその図形もそんな大きくないし、そのっていうことでそのフレトレーニングって意味あるのっていうところで言うと、まあその意味ない。そう、多層にした時にまあ発散しにくくなるっていうのはあるよ。一番意味あるのは多分最初の層のフレトレーニングで、はい、ここをちゃんとフレトレーニングできると多分この辺のなんか扱いがうまくできそう、その後の層で。もしここがトレーニングできれば、最初の1776のこのなんか変に分かれてるデータとかも含め、うまくトレーニングできるのであれば、まあ、多分次の層には値が、渡しやすい値が入ってる。まあ、ここは渡しやすい値が入ってるからいいんだけど。普通にやったら、ちょっとよくない。そうそう、フレトレーニングなしでも直接こう、ここ縮めて復元してってやると、そう、あの子の、あの重みが。こっちもね、10になっちゃったんですよ。あ、出てきて再現データが、あのつまり再現、そう、あの先オートエコだって、まあ、再現しよう、そうそうそう、はい、で本来ここで分かれてるはずなんですよ。10はでこれ2、3値になったらなんだけど、こっちも10になっちゃう。そう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 、ほぼほぼそうなっちゃう。本当ですか。僕さっき比叡弁したんで、これ多分ここがね大きいな。あ、まあ、そうそう、小さいとね、小さいとこいつらのメガすぎて、あれで色を出て、はい、じゃあ一緒で、あのなんか今並んでやるのとか高速の方向に考えられるので、それでそのオートエンコーダーでフレートレーニングしてここに、あとになんか2つ合わせてとかはいい、はい、そう、それはね、いいと。だから小物の重み保存しちゃって、はい、400から、まあ、1に向けて、そういう風にやるんですか。それ出しても、はい、いや、まあ、ここ何層に増やすといけないので、とりあえず、はい、それはちょっと有効そうってことですか。オートエンコーダー有効、あ、本当ですか。それ優しさ、今優しさで言ってません。本当に優しさですか。ん、いいんじゃない。お、じゃあここあの、この表現がどれだけあのちゃんとなんここに、なんか次の1に行くまでの間にどれだけ離散化するかじゃないか、ディープな表現が離散化するっていうのは数字に、ね、あの、ここですか。この中身が、はい、そうそう、こういうのになって、はい、ある程度数値がなんか10だけにならないとか嬉しいです。400の数字がその0と1ばっかりだからスパースな感じだと良くない。良くないですよね。ニューラルはもともとスパースなデータに弱いので学習が、うん、フルコネクトレイヤーで行くなら、あんまりスパースなデータにしない方が圧縮する。あ、じゃあ、あのこの最近表コーダーでやった時にこの真ん中のところにして、それがスパースがないとければまあいい感じなので、いや、単に学習のしやすさなの、それは。あ、はい。っていう感じなんですけど、ここまでとりあえずバーッとかけたんで、まあ、じゃあ、ちょっとじゃあ、それで。いいシーンですかね。で、この辺やめてもらった時でも、とりあえず、しばってくれ。そうだね、動くことは動くみたいな。自分の研究の DP みたいな。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。あ、ちなみにこのプロフィールで買ってました。先のやつですか。あ、何だこれ。ミンスクエラー出してる。あ、ミンスクエラーだったか。え、あ、オーティングだろ。ちなみにテスラと高いんですけど、どれぐらいスピード違うんですか。あ、テスラと高いのか。でも多分テスラの方が多分駆動小数点の精度が高い。あれ、そうなんですよ。あ、多分ここが違う感じ。高いです。ECC がついてる。ああ、そんなに発生するものなんですか、そういうエラーって。あ、いいと思います。
平日で大会回してると、数値計算ができるんですけど、結構、そこ気をつけないといけないですけど、何ヶ月とか回したりとか、あ、そうですね、1週間、2週間とかだと、そうです。機械学習だったらいいんですけど、ドロップアウトがほとんどノイズに近いんでしょうね。あ、そうですね。なんか、数値計算とか、携帯ケースとか間違えれば許されないような。嫌だったら意思必要なのかなと思ったら、こっちよくわからない。これ、機械学習の上でやっぱり10万ですか。インプラーニングはそんなにいるとは思えないんですよね。なんか反省の不動小数って出るぐらいなんで、ちょっとがっくりになるし、深いネットワークで空間で事実上、悪い特殊最適化はないって言ってるんで、そんな確かめようがないんでどうしようもないんですけど、本当かよって感じなんですけど、でなんかまあそういう考え方もあるらしい。あれでも多分数式的にやったんですよ、一応。まあ、そう、話にはそうっちゃそうなんですけど、どこまで。でもそれ中身が分かんないんで、なんかのセミナーでこうちらっと。論文出てるんですか？だから論文が出てないと。たぶんどっかのディープラーニングサマースクールでサマースクールで出てディープラーニング解いたんですか？ビデオもちゃんとあります、ディープラーニングサマースクールっていうのが去年、一昨年、去年夏にやってますね、ちょっとちゃんとで事実上存在しないと言うとは事実上存在しない読書会についてはなんかそう言ってるんですよ。まあまあわからないもんです。でも会いらないんじゃないかなって、今言ったその実装とかいらないんじゃないかなとか思ったんですけど。そんなの方法も CPU ですね。いや、それしてたら消しようと思ったんですけど。ああ、そうします。ボコンとかけるだけになります。それはそれでいいよ。まあ、そういう形になってるね。必要な回路で増えるからです。まあなんか Facebook とかが大規模にやり始めてるんで、インフラのあのランニングコストを抑えようと思うそっちにかもしれません。ああ、そうですね。電力を抑えようと思うんですよ。もしかしたら。でも計算機のおかげでうちの暖房いらずです。夏が、これじゃない。夏が。夏は、じゃあガンビエ、ガンビエですけど、ガンビエされました。ああ、そうしたら壊れちゃいますからね。そうですよね。マシンの隣に席あったんですよ。ああ、本当もう冬あったかくて。抜くじゃないですか。最高でした。最高でした。ただでもなんかずっと飛行機の中にいるみたいで、音がするわ。ボン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 。ピーでも。今回すからみたいなこと言われたら20秒後ぐらいになんかピーンってすごい音がして昔、イギリスの気象庁じゃないんですけど、その時はスパコンがバジャラであって、そうするとビル結構でかいですけど、ビル全体の暖房がもう全部スパコンでそれでさらに余るヒートポンプなんでなんか なぜか知らないから、それにグリーンハウスがあってエスですね野菜育てられますよね。そうそうそうスパコンの熱でやっぱ政府系の機関だからエゴ厳しいらしいわざわざ作ってましたわざわざ作る物繁殖とかに使えそうな熱で地熱よりエネルギーいいっすもん効率は直接利用だから。いろんな会社の熱問題って気になってるんですよね。あ、計算回してる人たちも。そうっすね。うちはでも床が変色するんじゃないかってこう日々怯えてますけど。なんかそういうのを含めてとバスじゃないですけど、そういうの出てくるバカでかいなんかこう冷却付きのそれ買ったらどう？ディープラーニングハウス。そうですね。
手数いっぱい回せば追い出きができる。追い出き、あ、そういうこと。なんか計算する人しか家に入れない。はい、電気代はすべて、はい、マシンのみで、はい、でマシンの熱とか残りで全部、なんかその他の生活とか。また発電すればいいんじゃないですか。熱で。あ、そうそうね。あ、ちょっと面白い。飛行熱できすぎる。高そうですね。かなりコスト高いです。一番なんか一番高いのは断熱です。効率上げようと思って。めっちゃ金分厚い。それから真空のね。家じゃない。